こんにちは、いつみです。上海でいつみスタジオを主催しております。極暑に欠かせないおそうめんを紹介したいと思います。まずはおそうめんのつゆを作っていきます。まずだしを引きます。乾いた布で昆布の表面の汚れを取り、容量のお水に30分ほど浸します。昆布と水を中火にかけ、昆布の表面に気泡が出てきたら、まず昆布を引き上げます。沸騰したら少量の水を加え、温度を下げ、鰹節を入れます。火を消し、表面のアクを取り、静かにこします。次に返し、甘めのお醤油を作ります。みりんを小鍋に入れて弱火にかけ沸騰させ、アルコール分を飛ばします。砂糖と濃い口醤油を加え、ひと煮立ちさせたら火を止め、冷やします。返しと出汁は1:1.5の比率で混ぜ合わせます。続いておそうめんを茹でていきます。鍋にたっぷりの湯を沸かし、おそうめんを入れます。2分ほど茹でたら麺を取り出し、30秒ほど冷水で揉むように洗います。一口サイズに麺を巻き、盛り付けます。食べるときは麺つゆに薬味を入れ混ぜ、おそうめんを入れて一気にすすります。夏になると暑さでどうしても食欲が落ちがちです。そんな時に喉越しの良いつるっと入るそうめんを日本人は好んで食します。日本人は麺好きの国民として知られていますが、西洋人とは違い、麺を食する時はすすってずっと音を立てて食べます。おそうめんというのは中国の細い乾麺に似ています。茹ですぎに注意しましょう。茹でてる間、自分で試食をして好みの硬さに茹でます。茹で上がったらお湯を一気に捨てて流水で揉むように洗います。この流水で揉むように洗うことによって麺を引き締め、食感を良くしています。濃い口醤油は色は濃いですが、薄口醤油よりも塩気が少なく甘めのお醤油になります。みりんは焼酎と麹で作られています。これも甘めのお酒となっています。鰹節は、これは日本料理に欠かせない旨味の元となります。そして昆布は厚めのものを良質とし、昆布の表面についている粉は決して洗い流さないようにしてください。